レディーゴー。おっしゃでーす。はい、今回はあの視聴者さんのご依頼で大阪府の堺市のあたりに来てるんですけど、今回すごく素敵な活動というか、そしてかつユニークな活動をされてる方がいて、本業で、まあ、産業廃棄物の仕事とかをやってて、その猫のために一軒家を買うて、しかもその一軒家も猫だけで生きていけるように自動化されてるの、餌とかすごいな、おしっこここでやるとかも、自ら DIY で改造してるのよ、今回来ちゃいました。あなたのおかげで、探偵が参りましたというわけで、今回ご紹介したいと思います、はい、ポンさんです。すごい活動してますね。じゃあ行きましょう、はい、レディゴーレディゴーってやる。ここの家は猫の保護ハウスとはまた別なんですか？別ですね。あ、いろんな人たちの猫をどうするっていうので、どうすることもできひんな、ほんじゃ自分で、空き地とかもこうとやるしかないな、めちゃくちゃ優しいですね。で、一軒家までこのお住まいとは別で、この近くですか？そう、そうそうそう、もう本当に猫しか住んでないハウスですか？はい、すごいな。一人でできるシステム、はいはい、にこだわってる。ビスマークいいですか？そのください。もうぜひその方が。ああ、なるほど。すごい、お願いします。はい、よろしくお願いします。ジョブロック。あ、ここですか？ここです。あ、なんか書いてある。ポンズキャットハウス書いてある。わあ、立派な家ですね。まるまる購入したんですか？もう全部。床、はいはいはい、はい、床はもうこれに、何ですかこれ、大理石みたいなので、おしっことかね、あちこち猫でするんですよ。拭きやすいうのんで、なるほど、全部これにしてる。なるほどなるほど。これ世界初の自動トイレ、これも勝手に電気つく。これも何でか言うたら監視カメラで撮ってるんですよ、猫ちゃんが誰が入ったか。今この自動トイレを回ったら水が下に流れて、なるほどなるほど、これでこれはもうひねったら砂が落ちるように、換気扇もこのセンサーで入ったら換気扇匂いと。すごい。どっから猫ちゃんも来るんですか？ここから。ここから。あ、この下からですか？はい。うん、すごい。でここです。ファンタジーグループ。めちゃくちゃ気になる。お邪魔します。はい。はい、おお、可愛い。可愛いな。まあ、ちょっと鳥のね鳴き声、各部屋でも流れるように。へえ。あ、それでこれがあの水システムで、これ猫ちゃんを水飲めるようにしてるけど、まあなんでこういうことしてるか言ったら、1週間なり2週間でも無人で過ごせる環境を目指す。なるほど。パンク式のご飯やねんけど、おう、すごいこれ、まあこれちょっとこれこんだけ、うん、なるほど、下で、はあ、こう出てくる。これはもう特殊ですけども、すごい愛と知恵の塊が、これはすごいわ。でも至るところにこの遊び場というか、そうそうそう、なあ、猫の楽園や、楽園や、これはほんまに。でも、まあ、ああ、日向ぼっこ好きですもんね。できるように、ああ、見えるの、ああ、いいですねこれね。確かに下からのアングル最高ですもんね。これぐらいかな、これ、まあ、めちゃくちゃ可愛い、うん、ここもここごとの連絡通貨、こっちの部屋とこっちの部屋行け。ほんまや、すご、部屋と部屋をここで行き来できるって、うん、すごすぎるで。いや、ほんまにすごいわ。全部に思いやりがちりばめられてる、こう窓とかもそうやし、うん、ここは全然プリンセスルーム、プリンセスルーム、かわいいですねこの部屋は。これはもうプリンセス、うちのもう看板猫ちゃんテオちゃんよ、ね、もう噛みまくった猫ちゃん、慣れさすのにだいぶ高かった猫ちゃん。どこ行ったんやろ。すごい、だって こっちにもめっちゃ可愛い。あ、ほんまや。あ、テオちゃんどこ行った、うん、なんか大切にされてる感じが伝わるな、うん、すごいね。あ、ほんまや。このアングルやばいな。このアングル、このアングルいいな、うん、怖いな。ちょっと食べてるわ。見てね、邪魔するだにゃ。会場にないか。向こうも見せてもらってもいいですか。どうぞ。はい、ここは何ルームや。ジャングルの間。ここはまた全然違う、ここジャングルの間、ね、ジャングルいう、あ、もうジャングルですよ、完全に、うん、すごっ、ピタッとくっついてますわ。あ、大丈夫です、大丈夫ですよ。本当にすごすぎます、うん、うん、人間国宝みたいな番組やったやん、余裕でなれはる。うん、ここの辺にシールいっぱいあってもおかしくないな、うん、
ここがエッポンさんが寝泊まりしてる。そうですね。どこで寝るんですか。確かに確かに。ここですか。ここで個人ライブやってカメラでチェックしたり。てっきりさっきの自宅かなと思ったんですけど。いやいや、もう最近はもうこっちですね。本当に猫と共に生活してるんですね、仕事以外。ここにも猫ちゃんいますけど、この子はプリンセスルームにおった子なんやけど、おしっこはあっちこっちするんですよ。この子はかばってちゃうかいうことで、一匹で寝てみてください言うたら治った。一人一人の性格やったりとか、特徴に合わせた部屋やったりとか、世話の仕方してるってことなんですね。びっくりした、ポンさんここで寝てたんで、結構びっくりした、最後の最後に。確かに確かに。割と狭いで。ポンさん、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい、想像以上すぎて本当に感動しました。あ、そうだ。しかも猫ちゃんでもめちゃめちゃ人懐っこいですね。あ、そうね。どんどん引き込まれていきました。何時間でも折れるぐらいの、しかも一部屋一部屋がめちゃめちゃコンセプトがあってユニークで、愛の大きさみたいな伝わってきて、で実際に来て見て本さんの了承を得たら引き取ることもできるっていうことですね、譲渡っていう形で、はいはいはい、でどんどん本さん的には愛してくれる人、はい、しっかりお世話してくれてる人に育てていってもらうってことが一つの望みなんですよね。めちゃくちゃいい活動を見れることができました。はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございます。